こんにちは、坂太郎です。2011年7月21日木曜日、何の日か、土用の丑の日、うなぎを食べる日でございます。この紙見てください。大事に大事にしてました。バン、うなぎ弁当ご予約受けたまわり中、数量限定、厳選された国産うなぎを熟練した職人が焼き上げます。限定販売となりますので、お早めにということだったんです。ちなみにお値段は1050円。私、楽しみに楽しみに注文してましたが、つい先ほど届きました。うなぎ弁当です。それを皆さんと一緒にうなぎ弁当を見てみたいと思います。うなぎうなぎにょろにょろ。そして届いたお弁当、こちらです。バン、ん、ちょいちょい、これ正方形、長方形。あ、いいです、いいです。まあね、開けてみたいと思います。うなぎ、うなぎ、え、にょろにょろ。それでは開けてみますよ。Really? なになに？ちょっとちょっと。チラシ、これ正方形いっぱい。ご飯見えてないもん。ご飯、見えまくりじゃん。土用の丑の日、土用んとなんか開けた瞬間、動揺したって感じ。この、うなぎ弁当見たらなんか、頭の中に、歌がよぎってきます。うなぎおいし、かば焼き、小ぶり、つらし、かば焼き。これはジャロに言うじゃろ。